まれに見る清廉潔癖な男だね。大リーグの一応天才と例えたら朝は平凡人かもしれないが、キックボクシングとの運命的な出会いが彼の人生を好転させると俺は信じるよ。始めるきっかけは特に強いよ、これじゃなきゃダメっていうことはなくて、ただ格闘技をちょっとやってみたいっていう気持ちで始めたんですけど、だんだんのめり込んでちょっとチャンピオンになりたいっていう思いがだんだん湧いてくるようになりました。現チャンピオンの武田選手との戦いに敗れたアーサーは一度は夢を潰されたけれども、その男は復活、その思いは強いものがあったんだろうね。その快進撃は剣道将来、剣道将来、この言葉が彼にぴったり合うな。ラーンワン、はい。みんなが応援してくれたのと、やっぱり苦しくなった時は練習でも笑って楽しんで練習してたんで、それが試合でもうまく出たかなと思って、それがいい結果につながったのかなって思います。ジャッジ小林10対9、青コーナー、自分自身に勝てば必ず次の来たるタイトル戦に制することができると思うよ。その時に初めて俺は偉大なる平凡に至るということを仮に送ろうと思う。やっぱりチャンピオンにならないと意味はないと思っているので、チャンスを与え続けてそれに応えてくれた。そうですね、もう一番だと思いますよ。練習量をオーナーとね、毎日のように本当にマンツーマンであそこまで練習してる選手はね、そういう練習真面目なところとか、気迫が違いますね。いつも圧倒されるばかりで、やっぱリングで向かい合うと全然違いますね。やっぱ怖いし、オーラが違いますね。オーナーはじめ三田会長から、ジムのみんなから、やっぱりみんな一緒に練習してもらったり、見て持ってもらったり、周りの人間にすごい恵まれてるなって思います。タイトルマッチに上がるっていうのは、やっぱりプロに上がる全選手の憧れであり、やっぱり目標であると思うんですね。でも、チャンピオンベルトを取るっていうのは、本当に一握りの人間しかいけないことであって、アーサー選手にはぜひその一握りの人間になるために、最高のパフォーマンスを発揮して、諦めずにぜひ勝ち取ってもらいたいと思います。チャンピオンになれば人生は変わります。恩返しというのは、やはりチャンピオンになって勝った姿を見せることしかないと思っているので、応援の方よろしくお願いします。きっと勝ってくれると信じてます。必ず勝つこと